どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。本日はですね、ジャルマイルがたまるクレジットカードまとめ2024年度版やっていきたいなと思います。ということで、前回ですね、ANA マイルがたまるね、クレジットカードまとめ2024年度版やらせていただきましたけども、今回ね、JAL バージョンということで、JAL マイルね、貯められている方はぜひね、参考にしていただければなと思います。ということで、早速ね、内容に入っていきましょう。それではまずね、JAL 普通カードからですね、マスター、ビザ、JCB というふうにありますけども、この JAL カードのね、まとめっていうのはね、また別で出そうかななんていうふうに思っておりまして、この JAL カードっていうのはですね、基本的に、ショッピングマイルプレミアムね、加入していただければ、基本的にね、普通カードでも 1% 還元ですし、上位のね、カードでも 1% 還元っていうふうになりますんで、基本的に 1% 還元なんですよね、JAL カードって。ANA のクレジットカードっていうのは、年会費がね、高いクレジットカードだと、まあ、違ったりするんですけども、JAL カードっていうのはね、基本的に1% 還元っていう風になるんですよね。で、このね、ショッピングマイルプレミアムが、まあ、年会費含まれてるか含まれてないかみたいな、あとはね、付帯特典で変わってくるっていう風になりますんで、で、JAL 普通カードですね、年会費初年度無料で2年目以降2200円。で、家族カードが初年度無料で2年目以降1100円っていう風になります。で、基本還元率が JAL マイル還元率で 0.5%、200円で1マイルが貯まります。で、ショッピングマイルプレミアムがね、年間かかってくるわけなんですけども、こちらに加入すると、この基本還元率が 1% 還元っていうふうになります。ですので、このショッピングマイルプレミアムの費用と、この年会費がね、両方とも必要になってくるっていうふうになりまして、7000円ちょっとぐらいのね、ランニングコストがかかってくるっていうふうになります。で、JMB1 のね、チャージが利用することができて、で、またね、入会ボーナスと、毎年の初回ボーナスが1000マイルずつついて、搭乗ボーナスマイルが 10% プラスされます。で、またね、機内販売とか、羽田と成田のね、免税店とかね、こういったところで割引を受けることができまして、で、国際ブランドはね、ビザ、マスター、JCB ということで、まあ、今回ね、この JMB1 にね、チャージできるクレジットカードでまとめさせていただいて、まあ、これ以外にもね、スイカとかね、東急ポイントとか、小田急ポイントとかね、まあ、いろいろあるわけなんですけども、一応ね、今回この3つで紹介させていただきました。で、発行元はですね、ビザとマスターは、三菱 UFJ ニューホーズがね、発行しておりまして、JCB カードだけ JCBがね、発行しているっていう風になります。で、このね、 JAL 普通カードですね、基本還元率 0.5% ショッピングマイルプレミアム入れるとね、 1% 還元で JAL マイルをね、貯めることができるっていう風になります。まあ、ランニングコストはですね、7000円以上ねかかってくるっていう風になるわけなんですけども、このね、 JAL カードのおすすめポイントっていうのはやはりね、これなんですよね。このショッピングマイルプレミアムに加入していただいて、JMB1 にね、チャージしていただきますよね。このチャージしていただくことで、ショッピングマイルプレミアム加入していただければね、チャージで 1% の JAL マイル還元率が取れて、またね、JMB1 で5と15、25の日にね、JMB 和音払いで、バニラビザとか Amazon ギフト券とかね、楽天ギフトカードとかね、購入していただくと、チャージで 1%、支払いで 1% ね、取れるっていう風になりますんで、合計 2% 還元で、このね、バニラビザとかね、Amazon ギフト券、楽天ギフトカードとかをね、購入することができるっていう風になるんですよね。で、これを購入することができるとね、どういういいことがあるかっていう話なんですけども、このね、バニラビザっていうのはですね、こちら 3D 席が通っておりますので、モバイルスイカにチャージすることができるんですよね。ですので、2% 還元で、モバイルスイカにね、チャージすることができて、またね、Amazon ギフト券も 2% 還元で購入することができます。またね、2% 還元で楽天ギフトカードもね、購入することができて、楽天証券でね、投資信託とかね、購入することもできますし、楽天ペイ利用していただければ、さらに 1%、こちら楽天ポイント還元っていう風になりますんで、まあ、これも JAL マイルに交換すればね、2.5% 取れたりするんですけども、またね、楽天ペイで請求書払いであったり、こちらね、税金の支払いがね、手数料なしで利用することができて、またね、国税の支払いなんかもね、楽天ペイ対応いたしましたんで、まあ、こういったね、使い方も利用することができるっていう風になるんですよね。非常におすすめなんですけども、この方法はね。ですけども、やはりね、このミニストップが近くにないとね、まあ、利用することができないっていう風になりますんで、まあ、利用できる方ね、結構限られてきてしまうかもしれないんですけども、JAL の普通カードのね、おすすめポイントっていうのはね、
こちらになるっていうところですかね。それでは次におすすめさせていただきたいカードは JQ エポスゴールドカードですね。こちらね、今回ね、入れさせていただいた理由なんですけども、まあ知ってる方多いと思うんですけども、このね、JQ エポスとかエポスゴールドとかですね、このエラメルポイントアップショップっていうのはですね、昨年ね、大解約がありまして、まあミクシー M のチャージ、またね、モバイルスイカへのチャージがですね、対象外になってしまったんですよね。ですので、こちらね、入れるかどうか非常に迷ったんですけども、このね、JQ エポスゴールドカードっていうのは、年会費ね、初年度無料で発行することができて、年間50万円使っていただくと、翌年以降もね、無料で利用することができるね、クレジットカードっていう風になりまして、基本還元率は 0.5% なんですよね。で、100万円決済していただくと、プラス 1%、1万ポイントがもらえるっていう風になりますんで、合計 1.5% 還元っていう風になりまして、選べるポイントアップショップ、選んだところだけ、この基本還元率が 1.5% にアップするっていう風になりますんで、2つ合わせると 2.5% 還元っていう風になるんですよね。ですので選べるポイントアップショップでしっかり100万円利用することができれば 2.5% 還元で、それをね、JAL マイル還元率にすると 1.25% 還元で利用することができるっていう風になりますんで、これだけ見るとね、非常に還元率は高いんですけども、まあこのね、選べるポイントアップショップだけでね、100万円使うって結構ね、ミクシー M がなくなってしまった今ね、結構厳しいかななんていうふうに思いますので、まあそれでもですね、0.9% 還元ぐらいでね、こちら利用することがね、できるっていうふうになるんですよね。まあこのね、基本還元率と100万円のボーナスで 1.5% 還元ですよね。まあ、それをね、余るポイントはね、JR キューポっていう風になりますんで、まあ、50% で JAL マイルに交換することができるっていう風になりますんで、JAL マイルの還元率はね、0.75% 還元になるんですよね。ですけども、このポンタポイントから JAL マイルっていうのは、定期的にね、50% の交換率が基本なんですけども、60% の交換率のキャンペーンがありますよね。こちらを利用していただくと、0.9% 還元っていう風になるんですよね。で、このクレジットカードはですね、年会費無料でね、維持することができるクレジットカードで、まあ、ポイント交換さえね、ちゃんとしていただければ、100万円きっかりまではですね、JAL マイルの還元ですね、0.9% 還元で貯めることができるっていう風になりますんで、まあ、こちらはね、そこまで悪くないのかななんていう風に思いましたんで、まあ、こちら今回ね、おすすめに入れさせていただきました。やはりね、年会費が無料で維持することができるクレジットカードっていう風になりますんでね、まあ、去年まではですね、ミキシームにね、選べるポイントアップショップね、選んで100万円ぶっ込んでいただければ還元率ね 1.25% とかね取れたんですけども、まあ、それがね利用することができなくなってしまいましたので、まあ、こちらはね 0.9% 還元ですけども、一応ね年会費無料で維持することができるっていう風になりますんでね、こちらもね、まあ、悪くないのではないのかなっていうところですかね。それでは次にですね、セゾンプラチナ、プラチナビジネスアメリカンエキスプレスカードですね、年会費が22,000円、こちら個人カードの方は22,000円、初年度からかかるんですけども、ビジネスカードはね、初年度、無料で利用することができます。で、家族カード追加カードは3,300円。JAL マイルの還元率は 1.125% 還元ということで、JAL マイルの最大還元率が 1.45 ということで非常に高いですよね。で、このカードはですね、セゾンマイルクラブに加入しないとこの還元率が出せないんですよね。で、個人カードの方はね、このセゾンマイルクラブ無料なんですけども、ビジネスカードは年間5,500円かかります。ですけども、年間15万マイル達成される方は、翌年以降からね、このセゾンマイルクラブ無料になるっていう風になりますんで、初年度年会費無料でね、利用されたい方はビジネスで、このセゾンマイルクラブの費用だけね、払って利用していただくのがね、おすすめっていう風になりますし、以前ね、話したと思うんですけども、このビジネスカードを持っているとね、個人カードの年会費が永年無料っていうね、インビテーションをね、昨年から配ってるんですよね。もしかしたらね、こちらもらえるかもしれませんので、まあそれであればですね、ビジネスカードね、初年度ね、無料で発行しておいていただいて、こちらのね、無料のインビ待つっていうのもね、ありなのではないのかなと思います。で、旅行保険はね、国内自動、海外は利用付帯っていう風になっておりまして、で、空港ラウンジはね、こちらプラチナカードで利用することができて、プライオリティパスも年会費無制限のね、プレステージ会員で利用することができます。で、ホテル特典ということで、タブレットプラスっていうね、こちらも登録必要なんですけども、こちらを通してね、予約していただくと、まあ、客室のアップグレード
ードとかね、朝食とか利用することができるんですけれども、まあ、そういったね、タブレットプラスっていうのが利用することができます。で、またね、プラチナコンシェルジュということで、プラチナカードなんでね、24時間365日利用することができて、手荷物宅配も往復1個無料、羽田、成田、中部、関空で利用することができます。またね、レストラン特典ということで、セゾンプレミアムレストランバイ招待日よりが利用することができて、国際ブランドはアメリカンエキスプレス、発行元はクレジセゾンというふうになります。で、このね、アメックスのね、ロゴがデカデカと書いておりますけども、このカードはね、セゾンのクレジットカードっていうふうになりますんで、結構聞かれるんですけども、プライオリティパスね、アメックスが発行しているプライオリティパスではなくて、セゾンのね、発行しているプライオリティパスが発行できるっていう風になりますんで、レストラン特典もね、しっかり利用することができるっていう風になります。で、またね、この JAL マイルの最大還元率なんですけども、まあ、基本はね、1.125 だと思っといてください。この 1.45 っていうのはですね、aupay にチャージして aupay で利用すると、ポンタポイントが貯まりますよね。そのポンタポイントを先ほど言った通りですね、ポンタポイント定期的に 60% 増量やっておりますので、そのタイミングで交換していただく。またね、こちら永久不滅ポイントもね、同時に貯まるんですけれども、その永久不滅ポイントも増量キャンペーン時にね、交換していただくと、このね、1.45 っていうのが出せるっていう風になりますんで、まあ、ちょっと一手間ね、かけないといけないっていう風になりますんで、まあ、基本はね、1.125% 還元っていう風に思っといていただければなと思うんですけども、まあ、このクレジットカードね、ビジネスカードはね、初年度年会費無料で維持することができて、プライオリティパスもね、無料で1年間ね、利用することができるっていう風になりますんで、このクレジットカードね、1年間試したいっていう方は、ビジネスカードね、こちら会社員の方でもね、発行できるっていう風にね、セゾンの方に確認取っておりますので、こちらね、発行していただくのね、非常におすすめっていう風になります。こちら概要欄に載せておきますんでね、ぜひチェックしていただければなと思います。それでは次にですね、マイルといえばやはりね、こちらのカードですね。マリオットボンボイアメックスプレミアムカードということで、年会費 49,500 円、家族カード1枚無料っていう風になりますね。2枚目以降はね、 24,750 円かかるっていう風になりまして、基本還元率は 1% 還元、まあこちらね、還元率で示すの難しいんですけども、一応100円で3ポイント貯まるんですけども、3ポイントで1マイルっていう風になるんですよね。ですので一応 1% 還元っていう風にさせていただきました。で、貯まるポイントはマリオットボンボイホテルポイントということで、JAL マイルの最大還元率は 1.25%。マリオットボンボイポイントはですね、6万ポイントを一気に交換していただくと、2万5000マイルにね、5000マイルのボーナスがもらえますので、還元率は 1.25% 還元っていう風になります。で、ホテルステータスね、マリオットのゴールドステータス発見するだけでなることができて、更新特典として宿泊実績10泊、またね、更新&カード決済額特典ということで、年間150万円利用していただくと、5万ポイントの無料宿泊、またね、カード決済額特典ということで、年間400万円でマリオットプラチナステータスになったり、海外旅行保険がね、利用付帯でついたり、各種プロテクションがついていたり、手荷物宅配サービスが羽田、成田、関空、中部で利用することができて、国際ブランド発行元はアメリカンエキスプレスっていう風になります。このクレジットカードはですね、先日ね、徹底解説動画ね、出させていただきましたので、まあ、そちらね、見ていただければなと思うんですけども、まあ、こちらね、なんといってもマイルを貯めるクレジットカードといえば、マリオットボンボイプレミアムカードって言われるぐらいですね。JAL マイルの還元率もね、1.25 っていう風に高いわけなんですけども、ANA マイルも JAL マイルもね、1.25 で貯められて、またね、それ以外の外資系のマイルもね、基本的に 1.25 で、貯めることができるっていう風になるんですよね。まあ一部ね、アビアンカ、デルタ、ダイカン、アメリカンとかね、1% 還元とかになったり、ユナイテッド航空とかね、1.5% 還元とかね、なっているわけなんですけども、まあ、JAL マイルのためのね、メインカードとしても、こちらね、非常におすすめっていう風になります。まあこういった感じでですね、今回ね4枚ね紹介させていただいたわけなんですけども、まあ、年会費をね7000円ぐらい払って 1% 還元のクレジットカードにするか、まあ、年会費をね全く払わないで 0.9% 還元っていう風にするか、まあ、ちょっとね年会費を払って 1.125% 取るか、ちょっと年会費高いクレジットカードで 1.25% 還元かということで、まあこちらね、年会費っていうのはですね、まあ人それぞれね、まあ払ってもいいって思われる方ね、いや払いたくないっていう方ね、いらっしゃると思いますので、まあこちらね、ぜひ参考にしといていただければなと思います。
はい、ということで今回ですね、JAL マイルが貯まるクレジットカード2024年度版まとめということで、解説でさせていただいたわけなんですけども、やはりね、この2023年にですね、セゾンのね、あのマイルクラブの解約があったりですね、またね、セゾンのね、プラチナビジネス、昨年まではですね、年間ね、200万円使っていただくと、年会費がね、割引になるね、特典とかもあったんですよね。結構ね、昨年でいろいろ変わってしまったわけなんですけども、やはりね、還元率を見るとですね、セゾンアメックスもね、まだまだいいっていう風になりますし、まあ、JQA ポスゴールドカードに関しても、やはりね、年会費無料で維持することができるっていう風になりますんで、こちらも強いですよね。まあ、去年まではですね、セゾンアメックスゴールドとかもね、良かったんですけども、まあ、こちらもね、セゾンマイルクラブね、あの年会費優遇のクレジットカードはセゾンマイルクラブで、ね、利用することができなくなってしまったんですよね。でまたね、年会費有料、まあ、1万1000円払えばですね、プラス9900円で、まあ、セゾンマイルクラブ使えるっていう風になりますんで、まあ年会費払ってね、9900円払うんだったら、じゃあプラチナカード発行した方がいいじゃんみたいな感じになりますんで、ちょっとセゾンアメックスゴールドはね、ちょっと今後ね、おすすめすることができないかななんていう風に思うわけなんですけども、JAL マイルをね、貯められている方はぜひね、参考にしてみていただければなと思います。ということで今回の動画はね、こんな感じで終わりたいなと思います。この動画が役に立った方、いいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッター、インスタグラム、 LINE 公式アカウント、最近ね、 LINE 公式アカウントでプライオリティパスのね、クレジットカードの診断、 PP 診断、ポイントサイト診断、マイル診断始めておりますので、ちょっとこれにね、出しておきますので、ぜひね、こちらか概要欄に、ね、載せておきますので、ぜひね、利用してみていただければなと思います。もちろん無料でね、利用することができますんでね。はい、ということで、今回の動画はこんな感じで終わりたいなと思います。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。